サッカーをもっと大きな存在にしていくために貢献していきたい2050年に優勝するっていうこの目標というのはうドーハの悲劇から積み上げてきた日本のサッカーの力っていうのがあると思うので必ず出しておくるべきという。つまりこうの会長になるなるとうこ まあそれはあのー、旬の企業を勝手に調べまくって経営者に疑問を問いただすデューデュリ団今回はカタールワールドカップ開幕ということで日本サッカー協会昨年100周年を迎えた日本サッカーを統括する唯一の非営利団体みたいなんだけど具体的に何やってるの財源ってどうやって確保してるのなどなどもう分からないことが多すぎるということで泉記者中島記者とデューデリして宮本理事に疑問をぶつけます。 はー、まあ JFA ってよく聞くけどなんか実態がよく分かんない組織だってイメージあると思うんで、うん、今回このワールドカップのタイミングでいろいろ調べたいなっていう,うん、うん、とはいえ僕らって経済メディアじゃないですかそんなやっぱプロフェッショナルじゃない詳しくないんで、うんうん、お世話になってるっ中島さんに今日は来てもらいましたこの中島さんの一応ファッションを突、はい、っ込んでいただけると。<laughs> 2008年日本とウズベキスタン、ね、実はですねこの試合の日にこの10番を背負った人から誕生日プレゼントでもらいましてすごい,い中村俊輔選手彼がセルティックでプレーしている時にですねちょっと通信員というあの本当彼が行くとこ全部行く で生地にするっていう仕事をしてて困った時には売れと言われたんですけど幸いまだ手元にあって今日晴れ,晴れ舞台で切ることができる一応念のため JFA っていうのをこう整理するとあの公益財団法人っていうところに 当たりますと、はい、JFA って日本代表だけをやってる組織じゃないんですよねじゃないですねサッカーのまあ育成プラス普及っていうのをやっているのが大きな真の活動ですねうん、うん、サッカーのする代表で稼いだお金を育成に投資してまあそのサイクルを回すみたいなこともやってたりはい、はい リリーーググ戦を主催したり、うん、J リーグですねなでしこジャパンもありますし U18 とかもっと小学生世代の活動もやってたりあとは震災の復興とかもね、えー、そこと絡んでたり、うん、社会的な活動をねサッカー以外にもやってる。とはいえ、はい、このサッカーを普及させたりとか、うん、まあ要はお金も必要だしってなると代表が勝つっていうのは手段として非常に重要ではある。はい そうですねサッカー協会は目標を掲げていて2050年までに日本でワールドカップを主催してもう一回うん、うん、そこで勝つ優勝するという目標を掲げてるんですけどすこれ結構大変ですよね2050年までか今回はインタビュー 宮本恒康さん日韓ワールドカップのねキャプテンでバットマン今 JFA の,あの宮本さんは理事で、うんまあ、もちろん元選手として、えー、語れることもありつつも<ー> JFA の、まあ、インナーの人として公式に JFA の見解を述べる立場でもあるので、うん、ちょっといろいろ聞いていきたいなと思うので、うんはい、じゃあ何聞くかっていうのを、まあうん、ちょっとリサーチしながら見ていきましょう。はい 藤村さんとか僕とかの世代って小学生ぐらいから J リーグはもうすでにあったしだから70年代とか80年代プロスポーツじゃなかった時代のことって分かんないし JFA がその時どんな感じだったのかとかも分かんない、うん、分かんない。うん、もうトルシエ監督だから、うん、最初に見たのイメージがね。はい、JFA 自体は去年100周年を迎えたっていう結構長い歴史がありまして。 サッカー冬の時代だったんですよずっと1965年に日本サッカーリーグっていう、まあ、全国トップリーグですねっとスタートしたんですただ当時サッカーってあんま人気なかったんですねなんとかしようっていうのが1980年代くらいから動き出すんですけどプロサッカーリーグを作ろうあとはワールドカップを日本に招致しようっていうのが大体同じぐらいに 動き出したんですこれってでも実は結びついていてそもそもワールドカップを日本でやるためには主催するにふさわしい国じゃなきゃいけないっていうので、うんうん、日本代表が国際大会で全然勝てなかった、うん、強化がうまくいってないからやっぱプロリーグを作ってもっと選手にいい環境を用意してっていうのをやっていこうっていう経緯で J リーグが 1993年にスタートしますと、うん、ホットデで、ね、僕らが2002年の日韓のワールドカップをうわーとか言ってるけど、うんうん、当然ね準備してたわけでじゃあドーハの悲劇っていうのは見てました歴史上の日本対イラクのこれも勝てばワールドカップに初めていけるっていうので、うん、これに勝ってねワールドカップに行ってたらめちゃくちゃ盛り上がったはずなんですけど負けたんですよね。 で次に一応ホールバルの歓喜っていうあの野人岡野がねゴゴールゴールゴールそういうね歴史が積み上がって、うんまあ、2002年で日韓ワールドカップが。 ったりうん、日韓ワールドカップって今でもやっぱりこうエポックなものとして、うんはい、あの時はみたいなのってあるじゃないですか逆に言うとあの辺りがピーク感もあるっていうかうーいやーロシアめっちゃ良かったよねってあんま聞かないぐらいの盛り上がり感じゃないですか。かうん、っていう意味でいくとやっぱあそこがピークだった感じなんですかそこはやっぱり初めて自分たちの国でワールドカップを開催するっていう意味では絶頂で、うん、その後ジーコ監督っていう日本の J リーグを一緒に作ってきたようなスーパー スターが監督やってですまあそれがうまくは結果は出なかったんですけどそこでファンとかすすごい増えたんですね、うん、やっぱワクワクして黄金の中盤とか言われましたけど、うん、どんんなサッカー見せててくれるんだろうって <laughs>、うん、ちょっとねこれがロシアぐらいの頃からねなんかあんまうまくいかなくなってしまったのが、うん、J リーグの伸び悩みっていうのがまあ,ありまして。うんうんうん カーってまあヨーロッパでどうなってるかっていうと各町にクラブがあって基本的には自分の町のクラブを応援するっていうのがサッカー文化がででききてったいきさつなんですね J リーグも一定のファンがついてスターアジアムはある程度もまるけどまだちょっとそこの域までは行けてなかったり代表は見るけど J リーグは見ないって人が案外多いんですけどす、ね。 代表に出てる選手が所属クラブでどんな活躍してるか見たいんですよ。だから、今って別に j. リーグ見てもいないじゃないですか、あんまり。だから、ヨーロッパのサッカーまでは僕は見るんですよ。で、かつ、そしたら、まあ、その、もっと上手いヨーロッパの選手とか、有名選手もいるか、まあ、楽しいと。だから、j. リーグって、なんか。 ここだけの閉ざされた世界な感じがちょっとしてて、うん、あんまね、うん、どうやって見たらいいのか分かんないって感じです、ねうんうん、実際やっぱそういう人多くてあのプラス最近で言うとやっぱコロナでかなり打撃があって、うん、スタジアムに観客を入れられないので,、うん、でも割と負のサイクルにね入ってるんですよやっぱり J リーグ盛り上がんないと日本サッカーは 大きく変わらない気がするのでじゃあどうしますかとか確かに聞いてみたいですね今みたいな話ってま当然ね JFA もま認識をしていて一つの集大成としての日韓ワールドカップっていうのが JFA の催しとしてもまあったわけですよね終わったとま一回燃え尽きるわけですねここでその。 どうするんだと俺らはっていう時にもうちょっと長期のロードマップを作ろうっていうことで2050年に優勝途中のロードマップがあって2030年までにベスト4っていうのがあるんですよ<お>それぐらいいのの長期スパンでで計画を持っっててる組織だっていうことですねははは細かいところでは世界のトップ10に入るとか書いてあるんですけど FIFA ランクの順位付けとかって結構いろんなロジックがあって試合数多くやってたりとかどこと戦ってるかとかによって結構変動するんで瞬間的にポンと上がることとかあって日本代表も最高9位っていうのがあるんですよね。 なんなくて当て、うん、にすべきワールドカップでどこまで行くやっていう,う、ねうん、このまあわかりやすい目標でしょうっていうところでうん、うん、じゃあこの2050年あるいは30年を達成できるのかっていうのを見ていくとまあいろんな要素に分解できるってことですね金とか代表とかいろいろ。 サッカーを JFA が普及させるために日本代表が強くなければならないと、うん、目標は優勝あるいは30年までにはベスト4だ、うん、みたいな話があるわけですけど、うん、まあじゃあ実際どうやってやるのっていう話があって、うん、まず最初にその代表の監督って結構やっぱ言われるじゃないですか、うん、今回の予選とかでも森保監督に対するこういろんな意見があって一方でヨーロッパでもいろんなこう有名監督が解任されると、うん、ああじゃああの監督を連れてきたらいいんじゃないかみたいな話とか。はいはい あるわけけですけどじゃあ実際にそれ可能なのみたいなお金とすごい密接に関わる話で藤村さんその JFA の1年間の売り上げとかって大体どんぐらいだと思います、うん、全然わかんない何何十億何百億百直近だと190億ぐらいの売り上げの予算があって、はい、費用が234億とか今年ねだからまあ40億ぐらいの赤字なんですよね直近コロナだったから、はい、赤字幅ってのはどんどん拡大してるんですけどうん、うん、でどうやってじゃあ稼いでるかっていうと、うん、試合 のチケットとかテレビの放映権料とかまあキリンのがオフィシャルスポンサーだったりしますけどそれも含めと代表関連で大体いい売上上の収益の7割ぐらいなんですねそのうちやっぱ試合とかそういうのがないとその分売上立たないんで赤字幅っていうのは拡大しちゃう世界のトップ監督ってトップ10でいくと10億から30億ぐらいで今日本代表監督って 1>, 1億5,000万とか外国人監督でも2億ぐらいなわけですよってなるとまあすごい差があるわけですねじゃあみんなやらないですよ、ね、なかなかやらないし、うん、あなたが今もらってる給料と同じだけ払いますって言えないわけですよね、うん、最近はそのねあの今お茶の水にある JFA ハウスでしたっけうん、うん、あそこがまあ JFA の本拠地なんですけどりそれも財源の足しにするってことですね これ、財源を増やすことってできないんですか？人気が出れば、みんな見に来ると、ねうん、見に来ればチケットも売れるし、うん、グッズも売れるし。はい、あるいはスポンサーだって、それだけ旨味があるわけですよね。はい、もうちょっとじゃ、お金出してもいいよってなるっていう、うん、だから鶏単語問題で、すごい難しいですよね。うんうん、でも、人気なくなると、これ、スポンサーとしても、まあ、いわゆる投資対リターンで考えたら、はいはい、投資妙味って。 どんどん減っていくから、うん、スポンサーの金額とかも例えば少なくなったりするっていうことが起こり得るわけで、うん、キリンチャレンジカップいつまで続くんだろうキリンチャレンジカップ多いんだよな <laughs> でキリンが支えてきてくれたことは間違いないねちなみに僕ずっとこのキリンとかサントリーずっと取材してたんですよ、はい キリンっていう会社ってやっぱ結構会社の性格としてすごい優等生のまあ紳士的な会社なんですよねうん、うん、他の会社とかが例えば紳士協定があったとしたら価格競争とかになった時にバーバーバーとお金出してもキリンって結構ルールを最後に守るからこそ若干ババを引くみたいなところもあるんですけどそういう品格のある会社なんでなんかいきなり JFE を切りますみたいなことはなかなか考えづらいとは思いますうん、うん、じゃあまああとはどこを増やすかなり、うんうん、増やせるとこってそれ以外にない いいですか登録料とかあれもあの収入になっていてうん、うん、サッカーをする子どもあるいは別に社会人リーグとかでもいいと思うんですけどうん、うん、サッカーをする人が増えれば増えるほどココ膨らむっていうでですねで結局その,この財源の登録料を増やすとか、うん、代表のチケットとかユニォームを増やすとかっていうのもファンを、まあ、増やさないといけないっていうことですよね。はい、ファンを増やすためには強くて人気のある日本代表が必要で そのためにはいい監督も必要だと、うん、そのためにはお金が必要だってぐる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 回ってて。うんはい いいサイクルに入れば好循環になるわけですけど逆回転しだすと人気はないファンは減るまたお金がないそしてまた弱くなるみたいなこともあり得るっていうだからこれは本当にどっちの循環に入ってるかっていうのがすごい重要なんですけどまあ仮にこう悪いサイクルに入ってたとしてもこれを逆回転させるためにできることとしてあり得るのがちょっと時間かかるけど例えば育成とか選手をじゃあ育てればいいじゃないかあるいは 日本からいい指導者を生みたいなことがありえるわけで今の代表だけじゃなくて将来への投資としての育成っていうのは重要なのでじゃあこれからその辺どうなってんのかっていうのを次調べていきましょうか。 日本サッカー協会はエリートを育てましょうっていうことをしてるんですね別にエリートを育成するのって不平等ではないというかエリートがまあ育つことによって追いかけていくみたいなのもあるじゃないですか、うん、何をやっていますかっていうときこれ戦っていうね トレーニングセンターの略で、うん、国とか県とかあとは市町村まであるんですけどその地区のうまい子たちを集めて育てるっていうのを各世代ごとにやってたりしますとうん、うん、育成の部分って、はい、ナンバーの表紙になってるこの久保選手も、はい、ま,あまだ若いですよね21とかですよね、はい、で代表の顔になってるわけじゃないですか。はい でも、育成は日本でされたのかっていうと、もともとバルセロナに行って、うん、まあスペインで育っているわけですよね。うん、そのサッカーの技術という意味では、はい、で、日本のその育成って。そもそもうまくいってんのみたいなところって、どうなんですか。結構でも、ここも難しくて、パビエラギーレ監督が今、今スペインのクラブチームで率いてるんですけど。日本とスペインは何が違うんだっていうと、やっぱ日本人はやっぱ競争心が。ちょっと欠ける部分がある、要は。 ハングリーさが足りないと育成の手法はビッセル神戸は小学生世帯とかの育成を完全にバルセロナのメソッドでやってるらしいんですよそれはコピーはできますよね、うん、ただ気持ちの部分のコピー おそらくは難しいところを多分やっていかないと勝てないとなるともうただ日本で生まれた子供たちは生で見られるのは J リーグしかないので、はい、そこもあのレベルが上がっていかないことにはっていうこれ,これ両方やらなきゃいけないんですよね、うん、あの気丈の考え方では。うん ハングリーサーを学ぶには世界に選手は行った方がいい一方で、うん、J リーグが空洞化みたいになるんですよ。日本の本当のトップがいなくなっちゃうのは、うん、まあ、両方やっていくしかないのか、多分答えかもしれないけど、うん、じゃあ、 どうしますかっていうのは聞きたいですけどね,ね,、うん、ね一方でその教える人とかあるいは監督とかを育てるみたいなのはどうなんですかと JFA は講座を開いて給ごとにですねそれに合格した人にがライセンスを得られるというまあ,あのその ちゃんと仕組みも作った上で指導者を育てようという仕組みもあります、まあ、いくつか56段階あって一番トップが S 級というのでこれがないと J リーグの監督にはなれませんと元選手だから監督になれるとかではなくて選手もコーチにな,るなりたいのであればしかるべき資質を得てから現場に立ってくださいっていうのは結構ちゃんとやっているっていうのことが問題だと長らく言われて いて正直育ってるととは言いいれないと指導者のレベルアップっていうのはもう不可欠であることは間違いないです。 今回インタビューさせていただく宮本恒康さんについて見ていきたいと思います日本代表のまあキャプテンでね、うん、ガンバ大阪のユースからトップして、まあ、まあエリートですよね、うん、サッカー選手で言えばでワールドカップは2回出てるんですよね、うん、でまあ J リーグも優勝ガンバ時代にして、うん、キャリアの晩年にでオーストリア一部のザルツブルグっていうチームにこれオーストリアでは名門です、うん、移籍してプレーして引退した後にガンバ大阪の監督もされて、うんうん 私理事になってるのは今年からなんですね、宮本さん、うん。割とこうトントン拍子で今の理事もな、うん、やってて、選手を引退してから指導者になりたかったのか、それともやっぱりこの割と早い段階から自分は JFA のそれなりの立場になってその牽引していくっていうのを辞任していたのかもしれないなって何かでもやっぱり指導者の経験がないとなかなか JFA って選手のトップというよりは当然指導を含めたトップなわけだからそういう経験もいるっていうのもあってなんかガンバの株組織やったりその監督もやったりとかあったのかななんてのは邪推ですけどね。なんんでで今回 JFA は宮本さんを社長で言うと 田田島島会長だったけど田島さんはニフォアしてますかね最初、はい、そしたらなんいやっぱ宮,んん宮本さんはあの FIFA マスターっていうサッカー界の MBA みたいなやつだよね <laughs> サッカーの歴史と経営と法律をイギリスイタリアスイスに留学して、はい、英語の授業で取られてるんですよ。うんまあ、それをなぜ取るかっていうのは田島会長の一言だったらしくて。うん 今後の日本サッカーの発展には世界で交渉できる人物が必要だとお前はそれになれる可能性があるか、えー、取らないかって言われて取ってみようと思ったんですよ。っていうふ踏まえると自分の後継者ってことですよ、ね、そういうことだ。 あると宮本さん自身のキャリアについてもすごい興味深いなと思って見てました。でんか宮本さんって選手としても JFA に関わってきて多分その時に思ってた JFA に対して思ってたことも多分あると思うんですよ。入ってみて実際じゃ理事の立場になってそれをどう思うかみたいなことはちょっと聞いてみたいかな思いますねせっかくね今ワールドカップなんでんかこのフェーズにおける選手の心境っていうのは普通に聞いてみたいって かなって気もしますね。うんうん、でも結構そのどんな方なのかテレビとかでは、うん、まあちょっと硬い印象があるっていうか、ね、笑顔もあんまり思い浮かばないですね。ずっと真面目な顔してるイメージある。j f a に入って立場も変わったので、うん、今の常様がどうなってるか楽しみですよね。はい、楽しみです。よろしくお願いします。<laughs> はい、よろしくお願いします。 よろしくお願いいたします。お願いします 2002年の日韓ワールドカップに関しては私もみんな見てまして私小学校5年生だったんですけれども先生が教室でテレビを我慢できずにつけて見るぞみたいな感じで見て今日ほどこの仕事やっててよかったなと思った日はないぐらい本当に「きて光栄 d す。d あ l i d リ n ンという番組の正常ですねサッカーの話も伺いつつ JFA という組織がどういった組織でどういった展望を持っていてどういった課題があるのかというところを紐解いていければと思っております。 まずワールドカップのお話が出たので,です、ね、あの宮本さんも選手自体を思い返したりすることもあるのかなと思うんですけれどもいかかがですワールドカップはサッカー選手にとってすごく特別な舞台で、うん、サッカー選手としての、まあ、人としての分岐点になったようなところもあるので、うん、まあ選手には思う存分力を発揮してほしいという思いプラス、まあ、日本代表ができるだけ高いところに行けるということを期待しています。 まあ引退されてからまあ指導者という立場になられて今 JFA の理事に入られてまあその田島会長にこう宮本さんをこう世界との架け橋になる役目があるみたいなことを言われたっていうふうに耳にしたんですけれどもはい、はい。